こんにちは。かぎことしたかりです。さあ、今日はですね、崩れにくいメイクやっていきたいなと思います。もうね、夏もすぐ来てしまうと思いますので、暑くなる前にマスターしてほしいということで、今年も崩れにくいメイクたくさん出していきたいなと思うんですが、その第1弾でございます。で、まあ今日はこんな感じのメイクしてるんだけど、帰ってきてからのその崩れにくさの経過みたいなのもお伝えしていこうかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。あかりの女子力動画、スタートです。では早速メイクスタートしていきます。めっちゃ寝起き。まだね、朝の8時なのでちょっと寝てるかもしれないということで早速メイクスタートしていきたいんですけど、今日は1日ハードで、今からリモートで打ち合わせがあって、その後ピラティスに行ってネイルに行ってで帰ってくるっていう感じかな。で、夜は生配信があるんですけど、ピラティスに行って汗かくのと、あと今日雨なんですよね。だからちょっとメイクの崩れが心配だなとは思ってるんですけど、でもこのメイクをしてたら大丈夫っていうのをやっていきたいなと思います。まず使っていく下地がこちら、アリーの新作のアリーの微耐久プライマー UV というものになります。こちらですね、日頃から私すごいね、動画でも愛用しているアリーから下地だけで日中の7つのお悩みにアプローチして、朝塗りたてのお顔の印象が長時間続く新商品が出たということで、ちょっと前から使ってんねんけど、すごいよ、マジで崩れないまずこんな感じですね、見た目は。で、こんな感じで結構伸びがよくって、で、伸ばしていくとお肌にピタッと密着してくれるような感じになってます。めちゃくちゃ自然なツヤ感が出ますね。じゃあちょっと塗っていきます。みんなもさ、日中のお肌のお悩みってね、それぞれたくさんあると思うねんけど、私もなんか夜のスキンケア結構こだわってたけど、日中メイクで塗るものみたいなのをここ2年ぐらいは結構こだわるようにしてて、っていうのもやっぱそれするだけでお肌のね、状態が全然違うのね。で、まあ日中のそのお肌の7悩みと言われるものは、まあ、紫外線、あとお化粧直しの時の厚塗り感、あと夕方のくすみ、これ年齢いくと気になるよね。あとはまあ私が多いのは乾燥と、本当にひどい時はこの辺粉吹いてくる感じ。あとまあ起きた時のくすみも気になるよな。あとまあ私は化粧のりの悪さ、やっぱ肌状態が悪いと何使っても化粧のり悪いみたいな時もあるし、あとまあ皮脂とかテカリとか、まあこの辺ってみんなそれぞれお悩みがあるんじゃないかなって思うんですけど、私はまあ日によって季節もあんねんけど、乾燥するとこはこれをもっと塗っておくとか、毛穴目立つとこはちょっとこれ塗っておこうかなみたいな感じで化粧商品変えたりとか、下地使い分けたりとかしたりするし、あとまあ時間が経つと本当に私が多いのは乾燥でピキッと割れてくるとかすごい気になったりするんですよ。だからなんか本当は全部にアプローチしてくれるものがいいなって思うんだけど、なかなかさ、なかったりするので、でもこれは皮脂テカリは抑えてくれながらも、しっかり私みたいな乾燥肌の方とかすごく向いてて、しっかり肌をこう保湿してくれる感じもあって、しかもすごいピタッと密着してくれるのね。こんな感じ、今塗り終わったんだけど、なんか下地だけでも結構綺麗になるというか、これちょっと触ってほしいぐらいの感じやねんけど、毛穴とかこの辺とかもなんかすごいフラットになって、なんかツルッとなるので、このツルッってなるのがすごい私の中で重要で、このまずフラットにすることをすごい大事にしてんねんけど、これはツルッとさせてくれながら皮脂テカリも抑えてくれて、しっかり保湿してくれるのと、あとこの気になるくすみとかも飛ばしてくれる、なんか赤とシルバーの2色の超ちっちゃいパール、微細パールみたいなのが入ってるらしくて、それがすごいこうやって動いた時もお肌を綺麗に見せてくれるみたいです。ちゃんと伸ばしきってからこうピタッと密着してくれる感じだから、すごいね、メイクもしやすいし、肌もすっごい綺麗に見えるし、これでさ、だって SPF50 の PA4+ やから、あとさ、サイズ感もちょうどよくない？この手に収まるぐらいのこのサイズ感もすっごいいいから、ポーチとかにも入れときやすいし、今年の夏絶対この下地使うやろなと思う。で、あとやっぱアリーの崩れなさってマジで信頼できるっていうか、発売前からそのサンプル商品先に使わせていただいてたんやけど、本当に崩れなかったのね。なのでちょっと今日は皆さんに、時間が経ってからもうちょっとどんだけ崩れてないか、そのネイルとかから帰ってきてからどんだけ崩れてないかっていうのもお見せしたいなと思います。それではファンデーション塗っていきます。ファンデーション B アイドルの新作使っていこうかなと思います。私今日はね、03番使おうかなと思う。今日は筆とスポンジで塗っていきます。 B アイドルのファンデーションとの相性も確かめたんだけど、結構良くて、 B アイドルこんなに艶やのに結構崩れにくく作ってるから、で、下に下地崩れにくいもの入れることによってよりファンデが崩れにくくなるので、まあ、せっかくこのアリーでこのツヤ作ってるので、そのツヤを透けさせるようなファンデーション塗っていきたいなということで、これ使っていきます。で、塗ったらすぐにこの水で濡れたスポンジで叩き込んでいきます。このスポンジも B アイドルのベビーパフ、一緒に出すやつ。
崩れにくいメイクのポイントとして、まずは薄付きで仕上げることと、あと水で濡れたスポンジで叩き込む、これはすごい大事なのでやってください。なんかさ、Bアイドルでファンデーション出したからさ、いろんな下地との相性を見るのも楽しくて、このアリーはマジでより Bアイドルを崩れにくくしてくれて嬉しかった。まあ、アリーってカネボウさんの商品やねんけどさ、カネボウさん結構お仕事させていただく機会とか、あとね、カネボウさんのスタッフさんに会う機会もいろんなお仕事で多いんですけど、やっぱね、研究がすごいよ、本当に。毎回なんかすごい新しいテクノロジーを開発しては商品にして、本当にみんなの悩みを解決してくれる商品ばっかりというか、いろんな私たちのわがままを叶えてくれるって感じ。このメイクを崩さないっていう日焼け止め、素晴らしいよな。ファンデーション塗れたので、コンシーラーはカネボウのデザイニングカラーリクイドの01番使っていきます。これも本当になんか肌になるみたいなコンシーラーを選びました。こうピターンと肌としっかり馴染んでくれるコンシーラー、なんて言うんやろな、なんか表情に合わせてちゃんとコンシーラーも一緒に動いてくれるからか、コンシーラーってなんかここでとどまってしまって、逆にこうこの辺ってさ、よく表情が動くからさ、ピキピキ割れるやんか。これはね、なんか肌と共に動いてくれる、表情と共に動いてくれるから好き。じゃ、ちょっと今日は崩れにくいメイクのポイントになるチークをクリームチーク使っていきたいなと思うんだけど、これもマジで崩れにくいのでおすすめでございます。アリーのチーク UV01 番 SPF50+ の PA4+ 入ってます。よく動画にも出してるけど、私はもうこのピンクが大好きなので、このピンク使っていきます。で、他にもこんな感じで3色展開になってて、ピンクとオレンジと、あとね、このラスターっていうちょっとハイライトとしてもなんか使えるような、こんな感じで3色展開になってます。見たことない人のために見せると、こんな感じのクリームチークで結構すぐ密着してくれるので、のせてからこう広げていく感じですね。最近はこのポワーっと広めチークみたいなのが流行ってるから、これでその感じを作っていきます。マジで密着力高くて、しかもこれメイクの上からも使えるから、そのこの辺のちょっと UV ケアみたいなのを直したかったら上から使ってもいいし、まず普通にね、色可愛い、しかも持ちがいい。私マスクも結構するからさ、未だに家の近くとかでさ、バレたくないやん普通に。だから結構なんかマスク日頃から離せないから、この辺のチークとかってパウダーだけやと結構取れちゃうねんけど、こういうの仕込んでおいたら取れにくい。崩れにくいメイクにはこのチーク本当にぴったりです。密着力は半端ない。あと普通にトレンドって感じ。今ちょっとこの上の方まで残りでいく感じですね。そうしましたら、カニ味噌ちゃん使っていきまーす。カネボウのシャドウオンフェイス01番。元祖カニ味噌です。いろんなカニ味噌から出てるけど、これがマジで一番いい。こんな感じで、影色なんですけど、この影色でがっつり影作りたいとこ、影作っていきます。マジ、これなんかでかいの欲しいもんな。ビッグサイズみたいなの、ちょっとカネボウさん作ってくれないですかね。まあでもこのサイズやからいいんかな、どうなんだろう。なんかそんなにぼかさんくてもいいっていうのが。いいよね。ハイライトもちょっと仕込んでおきたいので、じゃあちょっとこっちのさっきのチークのカラー違いのラスターというカラー使っていきます。これなんか下地の時に仕込んでもいいし、上から塗ってもいいんだけど、鼻先とこの辺、鼻根のとこと、ちょっとチークのツヤ感増しに使っとこう。メイク落ちでハイライトとチークはもうなんか取れるって思ってんねんけど、これ使ってたら取れにくいのでおすすめです。そしたらパウダーはカネボウのパウダー使っていきます。スムースフェザーリーパウダー、これなんかレフィルとケースがバラバラなんですけど別売りでした。で、今日はちょっとブラシで結構しっかりめにパウダーしておきます。なんか小腹周りとかで、せっかくチークもクリームチーク使ったんで上からパウダー塗って閉じ込めておきます。アイメイクいきますね。まずビューラーします。まつげはパチクルさせておいて、ルナソルのこのね、アイカラーレーションのスペシャルエディション EX03 番っていうちょっと限定なんですけれども、めっちゃ可愛いね。ほれみー。超可愛くないですか。ルナソルの歴史が詰まった、ルナソルにしかできないやつですね、これ。ここ使おうか。ちょっと広めに。可愛いねんけど、っていう色。全部天才っていう感じのカラーですね。最近はなんか淡いカラーを広めに塗るのが好きです。で、同じカラーで囲んじゃいます。で、涙袋の影も描いちゃいます。なんか今日はちょっと淡い系でいこう。ルナソルオンリーでいくわ。なんかマジどれに塗るか迷うな、これ。ちょっとじゃあここをちょっと目尻側から、
けど事件なんですけど、このピンクかわいい、めっちゃ綺麗なラメ入ってる。でちょっとここで涙袋をさらに盛ります。でなんかいいね、こんな、なんか私も B アイドルのめっちゃ好きなカラーだけででっかいパレット作りたいな。私もなんか記念したい。このラメ塗ります。ちょっとこんなんもちょっと今日は塗っちゃおうかしら、このマーブルちゃん。あ、かわいい。ちょっとこの締め色でアイライン風に。なんかいろんな色使いたくなっちゃうやつ。ちょっと黒目の下にも行こうか。で、なんか永遠にこのアイシャドウ塗っときたいってくらいときめいた。うわー、かわいいよー。B アイドルのイージーアイライナーの淡いので01番の抜け感ブラック使っていきます。影描く程度で。ちょっと引き締めつつ、ちょっとインラインだけ入れとこうかな。うっすらね。そしたら、ルナソルのアイラッシュカールプライマー。マスカラの下地。これちょっと全体に塗って落ちにくくします。これさ、なんかあんま白くなんなくて、あとなんかまつ毛を綺麗に成立させてくれる。これ好き。で、B アイドルのアイドルグレージュ使っていきます。なんか最近いろんなマスカラ出てたからさ、B アイドルちょっと使わず、なんか束感ばっかしてたけど、やっぱいいね、このグレージュは。やっぱすごいわ、自分のマスカラ。見て。そしたら、眉毛描いていこうと思います。こちらもルナソルのいつも使ってる、スタイリングアイゾンコンパクト01番。これをなんかそんな褒めちぎったことないけど、マジでこれが一番良くて、なんか髪色変えてもこれ使えるし、ないと無理かも。殿堂入りやな、これも。なんか脱色しておくとこの描き方ですごい描きやすいというか、この中間2色でバーって真ん中から埋めていくのね。だいたい形整ってきたら濃い色で眉尻整えて、眉尻に色を重ねるって感じかな。で眉尻を濃くするので、眉頭だけ明るい色を丸くねのせる。眉尻が濃いことによって眉頭が薄く見えるから、そういう感じでグラデーションつけて、で、ケイトの、私これ大好きなんです、限定なんだけど、3D アイブロウカラーの限定色ミルクベージュ。ちょっと脱色っぽく見せてくれる眉マスカラしておきます。なんか表面色づけて整える感じ。そしたらもう終盤だよ。ワンモアペンシルの03番。で、もう追いハイライトします。この鼻先。唇の上。女神スポット。そこをつなぐようにでぼかします。で、ワンモアペンシルの限定色のスモーキーローズ、さらに唇を縁取って、これと最近よくやる組み合わせがカネボウのバズリップルージュスターバイブラントの V02 番、私の推しカラーなんですけど、マジで最近一番塗ってる色これ。私02番推し、人気カラーやな02番が。で、上からチュルルングロス重ねておきます。3、うん、いい感じ。そして全部メイク終わったら、最後にごまかしシャドウのフィルタークリアでさらに崩れにくくしていきます。眉毛の上とか、あと目の下、二重の上、最後コーティングするような感じですね。あと小鼻周りね、てからせたくないとこに塗っておいて、目尻とかマスカラとかにじませたくないとか、アイシャドウ崩したくないとこはちょっと多めに。オッケーじゃないか。はい、ということでメイク完成しました。どうでしょう、ツヤツヤやけど、ちょっと崩れにくいメイク法とか商品をたくさん詰め込んでメイクしてみました。ポイントは崩れにくいけどマットよりツヤ肌の方が好きやから、ツヤ肌に持ってってるけど表面はパウダーしてるのでサラサラです。あ、でも今日はちょっとチークをクリームチークにしたのと、ハイライトもクリームにしたのとって感じかな。まあ、ちょっと今日はアリーのね下地の実力を見たいので、こっから経過見ていきたいなと思います。また帰ってきたら動画回そうかなと思うので、現状皆さん覚えておいてください。それではちょっと今日一日まずは打ち合わせから、その後ピラティス行ってきたいなと思います。足でくるくる、何してんねん。じゃあこのまま一度息吸いましょう。はい、吐きながら、はい、骨盤から伸びていって、ここになんで、まなさい、ね、はい、そうそう、そっちやね、そう。股関節の前なら、くまわしていって、膝に叩きましょう。はい、オッケー。はい、で、このまま息吸って、手を前方に、はい、さっきのここのまま、く伸ばすだけ。ここ伸ばして、あ、わかった、お腹、もう一回、もう一回、すぐ下に。
前。はい。はい、このまま息吸って、上に、脇の横をしっかり伸ばす。そうだよ。ほう。このシリーズ。このシリーズきついまで締めるわ。はい、きついんだから。きついんだから。で、息吸う。で、吐きながら股関節を折りたたんで、戻ってくる。はい、ここも振っちゃう。違う、違った。もう、うん、常に。そう。耐えた。はい、来る。はい、はい、ここに息吸う。うん。で、吐きながら、はい、ここ折りたたんで、そう、抱えたこれだままはい、もう上。前に伸びり構わない、今。はい、こう、こう、こう、で、うん。くるくるしたら、息吸う。ということでピラティスをやってみました。今日はゆかさんでした。はーい、私3人の先生に教えてもらってるんです。ゆかです。ゆかさんも見てみてね、みんな。お願いします。ただいま帰ってきました。マジでメイク直し1回もしてない。さあどんな感じ。え、いい感じに崩れてないよ。チークも残ってんな。ちょっとアップで見せますね。じゃん、マジで何にもやってない。え、崩れてなくない。今ね、夕方の4時半ぐらいで朝8時にしたメイクなんですけど、え、なんかほうれい線のとことかもめっちゃ綺麗じゃない。なんかツヤも残ってるし、ちゃんと。しかも乾燥してないっていうのがめちゃめちゃでかい。で、しかもピラティスの時マスク取ってたけど、他ずっと電車乗る時とかずっとマスクしてたし、で、ネイル中もずっとマスクしてたんだけど、目とかもあんま崩れてないし、眉毛も残ってるし。え、いい感じ。結構ピラティスハードやったから汗めっちゃかいてんけど大丈夫でしたねっていう感じで、本当に崩れないから今日紹介したかったんだけど、このね、アリーの下地はですね、8時間化粧持ちデータを取得してるらしくて、本当に朝塗りたての印象が長時間続く、そんなものになってます。だから本当に私、今年の崩れにくいメイクの下地はこれだなってちょっと決めちゃったくらいめちゃくちゃいいんですよ。もう一つマジですごいなって思うところがあって、ちょっと今からやっていくねんけど、なんとですね、これ下地とかファンデーションを塗った上からまた塗ってもよれにくくて綺麗に塗り直しができる、そんなアイテムなんですよ。だし、昔から例えば劇場公演とかライブとか2回公演って言って、お昼と夜に公演する時とかライブする時があってんけど、もう絶対にメイク崩れるから、昼夜公演の間に絶対に肌落としてまた肌のメイクやり直しててんやんか。っていうのも上から塗ったらより崩れやすくなるから、しかも汚くなるからめっちゃ嫌やってんけど、これマジで汚くなんないのよ。で、この辺に塗っていくな。なんかこうやってやったらさ、ファンデーションとかもなんか取れてさ、え？っていう感じになったりするやん。で、むしろこれは上から塗るとまたこのハリ感とかツヤ感みたいなのがアップして、くすみも飛んでくれて、また綺麗になっちゃうみたいな、そんなアイテムです。ほら、下のファンデーション励ました感とかもなくて、鼻周りとかもさ、こうやってくるくるくるって塗ってあげると、私は気にならなかったけど、若干こうファンデーションが溜まってきたなみたいな時とかも上から塗ってあげるといいし、しかも言ってもアリーなんで日焼け止めの塗り直しができてしまうからめちゃくちゃ良くて、え、もう夏これじゃない絶対にって思った。こうやってさ、塗り直したりとかするとこうもろもろしてきたりするやん。それが全くないの。これがちょっとこの商品のすごいところだなって私個人的に思いました。しかも皮脂ハンターパウダーっていうのが配合されていて、皮脂ハンターパウダーっていうのは皮脂を素早くキャッチしてくれるものらしくて、テカリとかベタつきも防いでくれるから、皮脂テカリが気になる方も使える商品になってます。すごくない？でも本当にね、塗るとまたサラッとしてくれるんだよね。あとフラットになる。だからこの上からまたファンデーション塗りたかったら塗ってもいいし、チーク塗り直したかったら塗ってもいいしっていう感じで、メイク直しもとにかくしやすいアイテムになってます。ということで今日はですね、崩れにくいメイクやっていきましたけど、まあさすがにリップとかは一回も塗り直してないから取れちゃったんですけど、でも他は結構綺麗にできたかなと思うので、皆さんぜひこのメイク術とか、本当にこの商品ちょっと感動したので、ぜひ使ってみてほしいなって思います。今年ね、日焼け止めの進化がまたすごいのよ。崩れにくいメイクをしたい人に向けては今このアリーが一押しかなって個人的に思ってるので、概要欄に詳細書いておくので、ぜひ気になった方はね、 URLチェックしてみてください。ということで、この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。あかりんことよしなかりでした。バイバーイ。